こんばんは。こんばんは。あやからありがとうございます。はい。ありがとうございます。消しゴムたくさんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。お時間作ってくださってありがとうございます。今日はちょっと寒かったですね。昨日の皆既月食、皆既月食ね、写真撮ってるいらっしゃる方がね、少しいらっしゃって、日本語がおかしいな。すごい綺麗にね、あれ本当に 撮ったんですかって疑いたくなるぐらい。でもいつも皆さん写真すごい綺麗なんですけど、すごいなと思って。見えてるとこと見えてないとこがね、いましたよね。ちょっとカーポーがちょっと向こうにあるの。あ、よいしょ、すみません。はい、そう、皆さんの写真でね、結構だいぶ見れた気がしました。一応ですもんね、12年に1回。ありがとうございます。大次郎さん、10倍ありがとうございます。そう、HD は、ね、見れなかったですよね。そう、今日ジャージじゃないですよ。ちょっと可愛めな GU のなんとかスカート なんとかスカートです。はい、よし、雨大丈夫でしたよ。小白さんに20倍ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今日ね、雨朝はすごかったですよね。大丈夫でした？でもさっき帰ってくるときに外がすごい綺麗で、夕焼けなのかね。 GU 安くて可愛いのありますよね。やっぱ安いのが一番、島村とか GU が安いから。はい、じゃあオリジナル曲から歌わせていただこうと思います。
材でした。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。はい、今日も歌わせていただこうと思います。よろしくお願いします。いつも、はい、聞いてくださってありがとうございます。あ、メロンパン、もう今日どうでもなくメロンパン食べたくてしょうがなかったんですよね。あのツイッターとかのコメントに、あの今日モコパン食べましたっていうツイートがあって、美味しかったですって、もう でしょって思いました。もう食べたくなってしょうがなかった。ありがとうございます。はい、本当に美味しいんですよ。でもなかなか売り切れでね、なかなか買えない。ありがとうございます。こんばんは。はい、佐々木さんありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。リモン返せましたか？あ、そう、その次の日、借りた次の日に返そうと思って持ってったんですよ、学校に。そしたらその子休みで、休みかいや、持ってったけど休みかと思って、そのまま持ち帰っちゃって、で今日渡しましたはい、ただちょっとの間ね、学校で、学校にいる間はその子のつけさせてもらってました。授業中とか返したんですけど、結構長い間借りてましたね、ちょうど休みで。はい、よし、お世話になりましたね。結構お世話になりました。あのリボン可愛いから自分も欲しいなって思いました。だからね、今度は真似するねって言って買おうと思いますはい、そう、優しいんですよ、すごい。ツイッターフォローしました、ありがとうございます。片思い聞きたい、いいですね、エメさんの。池田さんのご応募ありがとうございます。皆さんもたくさんありがとうございます。天城越え天城越えなかなか難しいですよね。はい、天城越え行きますとっちゃんさん、はじめまして、よろしくお願いします。お願いします、ありがとうございます。ブラックバード、夜の後。なんかね、昔はね、なんかカラオケバトルに憧れてめちゃくちゃ歌ってたんですよ。天城越えとかも歌ってました。聞こう聞きまげねで天城。ね、よし、全部いいですね。片思いとか夜の後も良かったですよね。夜の後いいですよね。夜の後とかな。犬くんさんありがとうございます。回る空うさぎもいいですね。隠しきれない移り場がいつしかあなたに染みついた。誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。わかんない乱れて隠れ屋とつづら折り常連の滝舞い上がり肩の向こうにあなた山が燃える何があってももういいのくらくら燃える火をくぐりあなたと越えたい天城ありがとうございました。ちょっと聞こう聞きまでで失礼な形になっちゃったかもしれないんですけど、でもよくカラオケでね
カラオケバトルに憧れて歌ってました。石川さゆりさんの天城越えですね。ちょっと様になってたかなって思います。はい、あ、上手でした。あ、よかった。ディザさん10倍ありがとうございます。はい、ありがとうございます。意外と、あ、よかったです。あ、よかった、よかった。リクエストありがとうございました。よし、演歌の中でもね、天城越えやっぱりいいですよね。すごい、あまり普段聞かないんですけど、天城越えすごいかっこよさもあって、ありがとうございます。はい、はじめ私いろいろ読ませていただきましたよね。片思いとか夜の後とか、ぎっこよく、あ、聞いてくださってありがとうございます。すごい素敵な歌ですよね。片思いから行こうかなと思います。はじめはお箱で、お箱というか、よし、例えば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない。それでもうなずけながら一緒に歌ってくれるかな。割れんばかりの拍手も響き渡る。歓声もいらない。君だけ分かってよ、分かってよ。誰夢が叶ったの。お似合いの言葉が見つからないよ。誰夢が叶ったの。君が僕を忘れてしまってもちょっと辛いけど、それでもいいから僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから。生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ。僕の思いは君にいつも片思い好きだよ。分かってよ、分かってよ、分かってよ。片思いでした。ありがとうございました。安定ですごいいい曲。ありがとうございました。リクエストたくさんありがとうございます。おっと、野村 T さんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。皆さんおとありがとうございます。パチパチたくさんありがとうございます。ヨークンさんありがとうございます。千葉ありがとうございます。ナイスもありがとうございます。98個も皆さんナイスありがとうございます。今のお腹の音ではないですね。あれがお腹の音だったらかなりお腹空いてるっていうか、お腹空いてるの次元じゃない。はい、ありがとうございます。車ですね、車かな、車の音ですね、タイヤの音かな。はい、タイヤの音ですね。ありがとうございます。こんばんは。
はい、もうお腹の音かな。お腹の音ということで、はい。でも本当にさっき学校から帰ってくる夜ご飯食べて食べる前とかはお腹が限界迎えてて、お腹空きすぎてありません、なんかもう限界を超えるとお腹空かなくなるんだけど、逆にもうなんかお腹の限界の時ってもう体調悪くなるんですよね。ぐーっとなんかでも胃がひゅわってくわってなって、そう気持ち悪くなるんですね。さっきそれになってて、もうなんか限界を超えてもピークを超えたらもうなんて言うんだろう、何もなくなるっていうか、もう逆に何もなくなっちゃうんですよね。ねえ、あるある。はい、そうそうそう、本当にお腹と背中がくっつきそうっていう表現はすごくわかる。はい、結構ガッチリ食べました。お腹がすごい空いてたので、うん、はい、いますよね、ご飯は大事ですね。そう、さっき味噌汁食べたんですよ。温まりましたよ。月光浴、あ、別の人の彼女になってもいいですね。ありがとうございます、おじろさん、ありがとうございます。月光浴と夜明けを口で覚めたらお願いします。あ、さっきから休憩行ってるのは椅子です。じゃあまず月光浴から歌わせていただこうと思います。昨日あげたのね。結構雰囲気出てませんでした、結構よく。ちょっとちょうどね、100均で買ったあの月のあの明かりがまさかこんなに使うとは。セーラームーンのために買ったんですけど、100均で結構使えますね。暗くしすぎたかなって思ったけど、いい感じに。柴田純さんの月光浴歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。降り注ぐ月の光よ、どうか絶やさないで、涙さえ空にこぼれて星月を救って掴む。
める言葉を選べずにすがる目をしたあなたに背を向けて涙こらえてるだけ。さんの月光でした。あ、月光浴でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。感想からすごくあの何とも言えない切なさのメロディーがもうふわーってね、ふわーってふわーって、はい、ありがとうございました。はい、リクエストありがとうございました。ヨーシーさんありがとうございます。10倍ありがとうございます。はい、歌っててもなんかすごくあの自分でも切なくなるし、なんか不思議な気持ちになるし、いい曲ですね。はい、ありがとうございます。はるさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。あ、延長残り6分って出てる。延長させていただきますね。ありがとうございます。よいしょ。クラシックさんに20倍ありがとうございます。皆さんも本当たくさんありがとうございますね。なかなか皆さんありがとうございます。ありがとうございます。めちゃめちゃ良かったです。ありがとうございます。ハリーさんありがとうございます。コペさんありがとうございます。はい、本当だ、消しゴム5位だ。5位ですね。5位までありがとうございます。あれ昨日って、あれ昨日は5位でしたっけ。結構時間空いたのにね、5位まで。本当ありがとうございます。43分まで行きますね。祈り涙の神宮器具、あ、ちち、うん、軌道、あ、間違えた、軌道。ヨシーさんありがとうございます。ありがとうございます。いつも何度でも呼んでいる胸のどこか奥で、あー、別の人の彼女になったよ。全部いいですね。はい、全部のリクエストありがとうございます。お疲れ様です。はい、し、大原さくらこさん、人に別の人の彼女になってよ、なんかかな、別の人の彼女になってよ、歌わせていただこうと思います。リクエストありがとうございます。ルージュの伝言、ジブリの曲2曲ぐらい歌わせていただくのもいいかなと思うので、あとジブリの曲じゃ終わりがけに2曲ぐらい歌わせていただこうと思います。まず別の人の彼女になってよ歌わせていただこうと思います。多いのでね、別の人の彼女に、てててててててれてれてれて、手田さん50個ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。第6巻難しい曲ですね。今が一番会のなのかの方がって今日は年がいなことしたいの予定にないこと、あ、出てきた。のかの方がって物の足りない、難しいのですね。 OK、
ッチさんの別の人の彼女になって、これもまた切ない曲ですね。歌わせていただきます。リクエストありがとうございます。別の人の彼女になったよ、今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、わっちさんの別の人の彼女になったようでした。ありがとうございました。あ、サビの顔キューって感じがすごいですね。ありがとうございました。はい、リクエストありがとうございました。とても良かった、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、彼女バージョンの方やろうか、あ、彼氏バージョンの方やろうかなと思ったんですけど、歌わせていただこうかなと思ったんですけど、と間違えそうだったので、はい、あれはあれで歌活の中でということで、はい、ありがとうございました。犬くいさん10倍ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。うん、今日は顔がカメラと近いからいい感じ。本当ですか。いつもより、そんいつもより近い、若干ね、ニヤニヤする。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、ジブリ2曲ぐらい歌わせていただこうと思います。まず、ルージュの伝言から歌わせていただこうかなと思います。リクエストありがとうございます。もう1曲、多分迷うと思うんですよね。出て決めよう。ユウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ユウさん、ありがとうございます。飛行機グムとかもいいですよね。ルージュ。あの人も ギターが難しいんだよね。あの人のままに会うために、あの人のままに会うために、今一人列車に乗ったの。あんまり良くないかな。アルペジオの方がいいかな。ギターでもジャカジャカでもいいかな。はい、新井由美さんのルージュの伝言を歌わせていただきます。Thank you.
荒井由美さんの松任谷由美さんのルージュの伝言でした。ありがとうございました。はい、リズム感がいいですよね、ルージュの伝言。ありがとうございました。はい、あともう一曲ジブリの曲歌わせていただこうかなと思います。ありがとうございます。わお、そういえばパン、そうですね、パンの、パ、そうそう、パンのね、あの、ここが寂しくなっちゃった。一家に寄る気がなくなっちゃった。ありがとうございます。風になる、いつも何度でも、君を乗せて。あー、あと一曲、いいかな。スライルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。君を乗せて。いいですね。昨日乗せたらどうかな。あの小さな、何乗せたらもいいですよね。隣のトトロ、トトロ、トトロ、トトロ。アリエッティ、あ、2曲ぐらい、あともう1曲、2曲ぐらい。もののけ姫もいいですよね。全部いいですね。君を乗せてかな。はい、迷いますね。顔を見せる。君を乗せて歌わせていただこうと思います。よし、ありがとうございます。もののけ姫もいいんですよね。なんか皮が、口の皮が剥けてると気になっちゃってしょうがない。はい、でまず君を乗せてか歌わせていただきます。これは、この曲は井上あずみさんですね。バズー、はい、いきます。あの地輝く瞳、きらめく
いつかきっと出会う僕らを乗せて。はい、ありがとうございました。井上あずみさんの君を乗せてでした。ありがとうございました。ありがとうございました。4位になった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。ひろさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、君を乗せてでしたですね。はい、他のジブリの曲も本当たくさん、アリエッティソングとかね。風かみ感じて空を眺めたい、あなたに花届けたい、向こうは別の世界、ほら蝶々が待ってる。ねこねこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。森川さん、ありがとうございます。コペさん、ありがとうございます。素敵な時間でした。よかったです、よかったです。はい、じゃあ、カバーはここまでさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。ヤリーさん、4位だね。どうありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。マーヤのね、知ってますよ。ジブリを作られた方の息子さんが作られたジブリなんですよね。ちょっと新しいジブリで。知ってます。その曲もすごいいいんですよね。友達が教えてくれました。のんちゃんさん、ありがとうございます。皆さん、本当ありがとうございます。はい。ありがとうございます。では、オリジナル曲入らせていただこうと思います。はい、たくさんリクエストありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ叶え続けるから歌わせていただこうと思います。今日は調子がいいと思う。ナイス、ありがとうございます。ではではでは、大広さん、ありがとうございます。ねえ、なかなか良いの壁を、ね、良いの壁がかかったけど、ありがとうございます。いけるかな。ありがとうございますと応援してくださってありがとうございます。では話し続けるよ歌わせていただきます。はい、よかったりしに。一、二、5つの声が一つになって涙が止まらなかった。不思議な経験したんだ。見えない
ありがとうございました。はい、テレビ朝日さんの歌活の主題歌叶え続けるようでした。ありがとうございました。ありがとうございました。歌えるとこ本当にいろんな歌いの伸ばし方がありますねありがとうございます。よしさん、ありがとうございます。歌え、ありがとうございます。ててだけがマイサポーター。パチパチ、ありがとうございます。元気出た。あ、よかった、よかったです。アラームにしてるよ。目覚めがいい。どうですか。よかった、朝からね聞いてくださってありがとうございます。グマさん、5倍ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。はい、レポートやりながら聞いてます。頑張って頑張って、レポート大変だと思いますが頑張ってますよね。あの、お疲れ様です。はい、次私と私歌わせていただこうと思います。いきますね。はい、いきます。はい、賃貸さんとの応援ソング、お部屋探しの賃貸さんとの夢を演奏も必ず続け、あ、うん、ね、ごめんなさい、間違えた。私と私、歌わせていただきます。はい、
ました。はい、オリジナル曲、私と私で来た、ありがとうございました。ちょっと携帯の充電がないので、ちょっと充電気をさせてくださいな。どうしよう、OK、はい、ありがとうございました。オリジナル曲、お部屋探しの賃貸さんとの夢応援ソング、私と私でした、ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に歌ってくださってありがとうございます。はい、この曲、私と私と奏で続けるよと、私のオリジナル曲夜のが各種サブスク配信していただいておりますので、よかったらぜひダウンロードしていただけると嬉しいなと思います。 MV の方もぜひよろしくお願いします。 YouTube に MV 上げていただいておりますので、私のチャンネルではないんですが、賃貸さんと、テレビ朝日さんのチャンネルに載せていただいております。今日はなんか笑顔が多くて楽しい。ありがとうございます。本当ですか、笑顔多いですか。はい、よしさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。はい、くまさん、ありがとうございます。あ、水分補給今日すればしてなかった、ありがとうございます。ギリギリ間に合ったの、ギリギリこれライブに間に合って嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。カノさん、ありがとうございます。今日は残りのイロハスです。はい、イロハスはね、水って感じがしますよね。まあ、全部変わらないんだけど、水は。でもなんか、うん、水って感じ。はい。ありがとうございます。伊藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いろはす。水は水なんだけど、なんか水を飲む感じ。あ、もう7分じゃん。7分じゃん。あ、ちょっとじゃあ、もうフォレストレベルさんの、紹介だけさせていただこうと思います。はい、なんか水はイロハスが好きなんですよね。何も変わんないけど。はい、モズフォレストレーベルさんという、ブランド、服のブランドと、衣料品のブランドとコラボさせていただいております。はい、こちら今着てる T シャツがコラボ商品となっております。立った方が見やすいと思います。立つんですが、ちょっとすみません。あ、なんかしまい方ダサくない？なんかちょっとダサくてすみません。まあ、こんな感じでね、T シャツなんですけども、後ろが、T シャツ、写真をプリントしていただいております。見えます？見えます？ It's up to me ってね、あ、多分見えると思う。はい。書いて、入っています。横がね、これモズさんのね、エルクというモズさんのキャラクターのですね、ロゴですね。はい、エワス方です。はい、であと帽子、帽子がキャップもコラボ商品として出させていただいております。前がこんな感じで、こうエルクのロゴで、後ろが、あ、ちょっとふにゃってなって申し訳ないです、 It's up to me ですね。 It's up to me っていう刺繍で入れていただいております。結構シンプルで買いやすいと思います。こんな感じでコラボ商品です。はい、見てくださってありがとうございました。詳しくは、購入ページに、私の SNS からも、モズフさんの、SNS からも、見ていただけるので、よかったらぜひよろしくお願いします。各5色ずつあります。豊富ですので、はい、6月25日までが受注受付となっておりますので、よかったらぜひ少し読みになって思っていただけたら、見ていただけるだけでも嬉しいので、よろしくお願いします。すでにたくさんのご注文ありがとうございます。本当にありがとうございます。たくさんありがとうございます。届くのを楽しみに待っていてくださいね。ありがとうございます。ライブとかでもぜひ来ていただけると嬉しいです。夏頃にはちょこちょこちょこっとライブに参加させていただこうと思っておりますので、はい、よし、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。
では最後オリジナル曲歌わせていただいて終わろうと思います。最近ですね、本当部活が同じ子が学校で、友達が今隣の席なんですけど、片思いの歌大好きってすごい絶賛恋恋愛中の子が恋愛中の子がいて、すごい恋愛してるんですよ。もうなんかすごく片思いの歌がすごいぴったりくるってすごく今なんか聞くと、いつも毎回なんか30回以上聞いたわって、すごい歌ってくれるんですよね。てか恥ずかしいんだけど恥ずかしいんだけど嬉しくて、すごいね、なんかすごい今の自分に合ってるから、なんかすごく来るって言ってすごい聞いてくれて、本当に好きなの好きなのって言ってくれて嬉しいなと思って、はい。なのでそう、その子多分 YouTube ライブは見てくれてると思うんですけど、また YouTube ライブでもね同じこと言わせていただくと思うんですけど、嬉しくてね、片思いの時を歌わせていただこうと思います。はい、まさか作った時こんなに共感が得れる歌になるとは思わなかったです。はい、ありがとうございます。はい、ではオリジナル曲片思いの歌歌わせていただきます。はい、ゴリオフサブだ、あ、3位あ、ほんとだ、ありがとうございます、ありがとうございます。いきます、オリジナル曲片思いの歌いきます。ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ちょっと もう一回 YouTube ライブとかで歌わせていただくときはもう完璧に歌い、もう申し訳ないです。はい、ありがとうございました。なんかすごい間違えちゃった、申し訳ないです。はい、ありがとうございました。はい、
じゃん、あとありがとうございました、あらの胸やつ最後までありがとうございます、最後までありがとうございます、たくさんナイスも、あお時間まず作ってくださってありがとうございました、はい明日も YouTube ライブやらせていただく、あまあふわっちはやらせていただくのでよかったら来ていただけると